ちは、スノーボーダーの青木玲です。さあ今回もやってまいりました YouTube スノーボード大学の時間でございます。そして今回もですね、ここを使ってカービングのハウツーをちょっとワンポイントお届けしたいなと思っております。さあ今回のテーマはですね、ヒールサイドターンです。ヒールサイドターンで今回ちょっとテーマにしたいのが、前足を伸ばしていくとどうなるか、前足を曲げていくとどうなるか、このヒールサイドの前足伸ばした方がいいんじゃないか、いやいや曲げてもいいんじゃないかみたいな、この辺のお話をある程度整理して、あ、こういう場合はこっち使おう、こういう場合はこっち使おうっていう風に選べるようなテクニックの幅が広がったらいいなと思いますので、ぜひともヒールサイドターンのお話最後まで聞いてみてください。さあまず僕前足だけつけております。ヒールエッジが噛んでる状態なので、斜面の下がこっちで、今ヒールサイドターンしてますっていう向きだと思ってお話聞いてみてください。滑っていってる、ヒールサイドエッジの、じゃあこの時に前膝伸ばす、まあ、ただこのまま伸ばしても上に上がるだけなので、前膝伸ばしてターンをしっかりするっていうような考える、要は後ろにしっかり乗ってターンしようよは、これ前膝伸ばすのと結構同じようなテクニックになるかなと思うんです。なので後ろに乗ろうと思っている方も同じようにちょっとお話整理して聞いてみてください。この状態からヒールサイド側のエッジを使ってターンしようと思ったら、エッジを使うことを考えたら、かかとではなくってふくらはぎでハイバック側に働きかけることが、まずエッジが使える動きになるんだなっていうのを一つ整理しておいてください。かかとっていうよりは、かかとはうまくエッジに乗るっていうことはできますけれども、立てるってなったらふくらはぎからハイバックに働きかけた方が、もちろん板が立つようになります。まあハイバックを利用したテコの原理ですね。じゃあこのハイバックを利用してっていうところを考えていくと、体の向きがある程度斜めになってますってなってヒールエッジ乗ると、もうこの状態で前足のハイバックはふくらはぎに当たってる感じがあるんです。実際皆さんもよかったら雪上出た時にやってみてください。こうやって構えると進行方向を見ると、ちょっと左に体ひねる感覚があるので、左ハイバック、前足のハイバックは当たる感じになります。でここから後ろに乗っていこう、なんでかっていうと、テールをしっかりしならせて、テールのしなりで曲がっていたいから後ろに乗っていこうっていう考え方、これなんですけれども、ここから後ろに乗っていく、股関節しっかり畳むをやると、本当に後ろ足の方に乗れるかっていうと、先ほどかかっていた前足のハイバックに当たる感じと当たるポイントがこっちにずれて、いくら後ろに乗ろうと思ってもずっとここにテンションがかかってる状態になってるんじゃないかなと思います。これ僕後ろ足ほとんど体重かかってない、ちょっとぐらいだったら上げられますよっていうぐらいなので、今一番プレッシャーがかかってるのが前足の内側ハイバックみたいな感じ。ってことは、いくらこっちに動いてもこっちに働きかかっちゃうので、テールにうまく乗るっていう状態はハイバックがあるとやりづらいんですね。じゃあこのハイバックをローテーションさせて逃がせばいいねってなると、それが一つの解決策になりますけれども、ここにあった腰、体をこっちに動かすことが鋭いカービングになるかって考えると、鋭いカービングにはまずエッジを使って板を立てていきたい、要は角付けを作っていきたいってなると、動きはこっちよりも板が立つこっち、要はボードに対して斜め後ろに引くんじゃなくって、横に動いてあげた方が素直に板が立つと思うんですね。じゃあこの状態で前足ハイバックが当たってるんだったら、じゃあこの前足のハイバックにうまく作用するように横に動いてあげたら、素直に板が立つ分ギューンって曲がるんじゃないかなと思うんです。テール側をしならせようと思って後ろ乗りしようと思う前膝伸ばすパターンは、せっかく伸ばしても干渉しちゃうのでうまく後ろに乗れないことと、セッティングでそれができるようになったとしても
後ろに引くっていう動きはヒールエッジにうまくグリップ感、切れ感が出てこないので、結果的に深いカーブにはなりづらくなるかなと思います。メリットとしては春先のザクザク雪とかパウダーになってくるとテールにしっかり乗ったままの方がノーズが浮いて滑りやすくなるので、そういった場合には前足のハイバックをローテーションさせたり、むしろ前足ハイバック取っちゃうみたいなセッティングもありだろうなと思うんです。でも綺麗な圧雪バーンとかよくあるスキー場のゲレンデでカービングをしていこうって思ったら、ヒールサイドターンでちゃんと普通にハイバックがある状態だと後ろに行っても思った効果が得られないので、ちゃんと曲がる方に動きましょう。そうするとかかと側でうまくバランス取って立つと膝ってある程度曲がってるんじゃないかなと思うんです。ピーンって伸ばす状態ももちろん立てますけれども、ちょっとヨロヨロするのでちょっとバランス取ってっていうと軽く曲がってる状態になるんじゃないかなと。でそのまま無理に後ろに引くじゃなくって板が立つ方向に動こうって動くだけだったら、前膝は曲がった状態でヒールサイドターンしてるっていうのが結構自然になるんじゃないかなと思うんですね。この状態からこの腰が入っていく、すなわちこれは深く曲がったりピンって伸びたりあんまりしない関節で、ヒールサイドターン中に前膝を伸ばすっていう必要性はそんなにないんじゃないかなというふうに考えております。でそもそも斜め乗り、今日は僕前足30度で後ろ足0度になってるので、腰は真横よりも斜めに乗ってる分、ヒールサイドターンするときには左腰、右腰で言ったら左腰をしっかりターン内側に入れていく感覚が強いので、そうすると左足の方に多く意識だったりとか重さだったりとかがかかっていくっていうのは自然だろうなというふうに思ってます。なのでヒールサイドターンは前足荷重を受け入れてあげた方が、こういう複雑な動きをしない素直に曲がれるような状態になるので、とってもいいんじゃないかなと思っております。でこれがダックスタンスになると今度腰が横に向くので、この場合は両足っていう動きの方がやりやすいだろうなと思います。なのでセッティングによる腰の向きによって、真横向けば両足だけど斜め向くってことはちょっと前足のハイバック、前腰が主な動きになっていくんだなっていうふうに、この横乗りのセッティングによる腰の向きの違いっていうんですかね、そこを整理していくとご自身のヒールサイドターンの時の腰の向きに合わせて滑ってあげると、とってもヒールが滑りやすくなるんだろうなと思いますので、ぜひともセッティングに合わせた前膝の使い方、ピーンって伸ばしてあげればスタイルももちろんかっこいいなって僕も思ったりします。僕も膝伸ばしてヒールサイド入るために前足のハイバックローテーションさせて逃がして、この状態でヒールサイド入ろうってやってた頃もあります。でもそれちょっとやってたら膝グって伸ばしてターンするので膝がちょっと痛くなるなっていう感じがしてきちゃったんですね当時。なのであんまりこうギュって極端に力込めたところからっていうのは筋肉的に関節的にとってもストレスになって負担が大きくて痛みになるんだなって思ったので、じゃあ変に伸ばしたりとかしないで自然と曲がった状態で自然と動く、自然と曲がった状態で自然と動くヒールサイドの方がバランスよく滑れるなと思っておりまして、僕自身はヒールサイドターンで前膝を伸ばす必要はないな、別に曲がってるんだったら曲がってる方がそれはそれで滑りやすいんじゃないのっていうふうに思っております。この辺は見てくれ、見た目のスタイル、ああ滑りたいみたいな、その辺のこう感性によっても大きく変わっていくかなと思うので、もちろん正解なんかはありませんけれども、ご自身がやりたいスタイルをうまく技術を考えてあげるととってもやりやすくなったりするので、ぜひともこういった細かい体の動きっていうのも僕のキャンプなんかではしっかりとお伝えしています。僕がこうやって体を動かしてますよ、でも今そのセッティングだったらもう少しこうやって動いた方がいいですよっていうように、セッティングに合わせたここのアドバイスも交えながらキャンプレッスン進めるようにしておりますので、ぜひともヒールサイドターン悩みがある方は僕のキャンプレッスンにいらしてみてください。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。